ワンの資格なら当然与えられている。息を止めて生け捕りにしたいはず。さっきの背中に当たった弾はそっ軌道予想して撃つより直感的に当てられる。よ、縮めてきたんだ。連射されたらフォースでも対応しかせ全開。構成か。ヘイヘイヘイ、9代目。相手はいわば高速移動長距離砲台。あ、それもしかして。君のやろうとしていることはわかる。自身が言っていたことだ。それが終わればまた一つ増やしていく。遅いくらいです。ここで習得します。サード、ハッケイ、主爆性。四方にデコイを放ち、撃破のタイミングでナガンが上空にいることを確認。細かい位置はわからないから、いきなりは飛び出せない。このガキ煙の中で何かした。さっきまでより早い。できたら発見で確保。勝ったとでも言うわけねえだろ。なんであなたはヒーローになったのに。後ろ、疲れちまったのさ。いろ、ハリボテの社会を維持するためにたくさん殺した。人癒着し、名声と金を得ていたヒーローチーム、全て公安の秘匿命令だ。当時の公安委員会会長を殺害。知らなかっただろう。中枢の揉め事、造反など見せられやしないのさ。そんなもの取り戻してどうなる。そこ、フィルス、一点突破。弾道から私のパターンを分析してる。白と黒だけじゃない。世界のほとんどはグレーで、不安や怒りが渦巻いてる。でもちょっとずつ分かってきたところなんだ。だからこそそこに手を差し伸べなきゃ。ならば思考を増やしてやる。先、己の過失で死なれちゃ目覚めが悪いだろ。ゴゼプラスワン・フォー・オール 45%。 僕ら世代なら誰もが知ってる。100%。 ありえねえ。こいつは迷いなく敵だと認識した上で、まるでそうすることが当然かのように。記事 100%。 マンチェスター、スーパーチェー、中心を砕いた。いつからだっけ。あなたの心はまだヒーローのままです。先に撃った弾、軌道を知ってるあなたなら僕らと一緒に戦ってください。だよ、お前は本物。